Hey you guys! 今日もね、アメリカの大自然からこのメッセージをお届けさせていただいているんですけれども、なんかやらないといけないことがあって、で、なんか怖くなっちゃってできていない人っていないかな。どうしても避けたいこと、怖くてできないことっていうのがあるんだよね。で、今日はそれをどうやって論理的に感情的に簡単に乗り越えていくのかっていう方法を紹介します。英語にすると、このやらないといけないことがあるんだけど、それをやらないっていうのは task avoidance、 タスクをアボイドするっていう意味で、普通の場合は何がよく起こっちゃうかっていうと procrastination って言って、本当は例えばなんかね、大学の時になんか宿題を書かないとね、レポート書かないといけないんだけど、それが難しいからなんか別のこと、もっと簡単に今すぐできることっていうところをやっちゃうタイプが多いのね。例えばお家の掃除をするとか、別の関係ないやらないといけないことをやるかね、そうやって実際に進んでいるっていう感覚を得ることはできるんだけど、本当にやらないといけないことっていうのは始めていないっていう状態なんですよ。それでは簡単に乗り越える3つの方法を紹介できればなって思っております。それではですね、一番最初に紹介したいのは、もうすっごいパワーがあって簡単な方法なんだけど、それは 80% のルールって言われてることなのね。どういうことかっていうと、例えば宿題のレポートとかね、なんかやらないといけないことがある、それを100点満点で終わらせようとするんじゃなくて、80点でいいやっていう感じでやっちゃうのね。これ最初はものすごい不安を感じて、こんなにまだ終わってないよと思って不安を感じるんだけど、実は全然 OK なのね。で、これを皆さんにもう今すぐ今日から試していただきたいんですよ。でこれを3回とか4回やってくると、このフィードバックループっていうのが生まれてきて、あ、80点でも OK じゃん、あ、悪いこと起こらないんだっていうことを実覚、自分自身で本当に知ることができるのね。でこれができるようになると、いっぱいやらないといけないことがあるんだけど、なんか100点満点にすることは、これとこれ、これだけ100点満点にして、他のことは80点でもいいよねみたいな感じで、ポン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 仕事ができるように人になって、自信もついてくるのね。 Alright、 じゃあナンバー2はこれです。Alright、 でナンバー2のやり方は、もう終わらさなくていいから、とりあえずスタートしちゃうっていうことなのよ、ね、その何かやらないといけないことがあるのを終了させなくていいのね。例えばスタートするだけ、なんか学校の宿題のレポートを書かないといけない場合だったら、とりあえずドラフトだけ書いてみる、トイレの掃除があるんだったらちょっと拭いてみるだけ、終わらせなくていいわけよ。でこれができるようになると、何が起こるのかっていうと、モメンタムっていうのが生まれるのね。でこの壁に当たっているっていう感覚が外れてきて、あ、ちょっと進めたって言って、あ、意外とできたじゃんって言って、このモメンタムに乗ると、最初は 20% とか 10% の部分をスタート始めるだけだったんだけど、次の 20% とかが楽になって、気づいたらトン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 、あ、 60% 終わっちゃってるみたいな感じになるんだよね。 This is a wonderful technique。 よくね、これはブライアン・トレーシーっていう方がチーズの法則って呼んでいる。チーズってあるじゃん、穴が開いているじゃん。だからやらないといけないことがあって、一部的に穴を開けていく、ね、ちょっとマウスが食べるみたいな感じなんだよね。 Alright、 でナンバー3の方法を紹介します。それではね、ナンバー3を紹介したいと思います、ね、ナンバー3は、自分が感じている、このできないことに対して感じる恐怖、自分が思っていることを紙に書き出すっていうプロセスなのね。どういうことかというと、例えば大学の宿題がね、なんかスタートすることができない、宿題を最後の日まで待ってしまうっていう場合だったら、何を恐れているんだろう。もしかしたらこの大学のね、を卒業することができないっていう不安があるかもしれない、ね、いい仕事につけないっていう不安があるかもしれないのね。自分の銀行の口座を開くっていうのが怖いとか、お金の会計の、自分の会計の処理をするっていうのが怖いと、ね、そしたらもしかしたらお金がなくなっているかもしれない、ね、っていう大きい、そのやらないといけないことがあるんだけど、その中に隠されている本当の不安っていうのがあるのね。でこれを見つけることができると、すっごいラッキーなのよ。なぜかっていうと、自分にこういう問題があるんだ、こういうことを恐れているんだっていうことを気づけるようになるのね。でこの気づけるようになると、何ができると思う？そう、
具体的なソリューションを探すことができるよね。気づいていないと、そもそも自分にこういう問題があるんだって気づいていないわけよ。簡単に説明すると、自分が恐れていることを紙に書いて、でここの大切なポイントはね、恐れている自分はそれでいいのよ、全然問題ないんだよ。みんなこういう何か恐れてることあるから、でここで自分に厳しくなっちゃって、あ、私はこんなことを恐れてるんだじゃなくて、あ、僕はそういうことを恐れてるんだよねって言って、 Be compassionate to yourself、日本語に訳すると、自分に優しく、セルフラブっていうのかな、セルフケアっていうのかな、自分に優しくしてあげて、それを許してあげることなのね。で、自分でその恐怖があるんだ、不安があるんだっていうことを許せるようになると、じゃあ今いる場所がスタートポイントに変わるのよ。丸バツ感覚、特に普通の100点満点取らないといけない、ちゃんと完璧に作業を終わらせないといけないっていう考えをお持ちの方によくあるのは、私、今の私はダメなんだ、だから私が求めているゴールにたどり着くことはできない、そう思っていると行動が怖くなっちゃうよね。でも今の私はここにいてそれでいいんだ、ここがスタートポイントなんだっていうふうにマインドセットを変えることができると、何ができるようになると思う？そう、ちょっとした1ミリ10センチの成長がすっごいグッドニュースに変わって、今私ここだから、これちょっとできるようになったよね、 80% でもできるようになったよね、全部終わらせなくても一部だけできたよねって言って、スタートから進めるようになってくるんだよね。でこれが行動の鍵だと思うので、正直言ってこのトピックは僕よりもう専門家の人が書いている本があって、キャロル・ダーウィックっていう博士が、スタンフォードの博士がマインドセットっていう本を書いたのね。でぜひこの本を読んでいただければと思いますので、この本のリンクも下につけておきます。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. ぜひどういうことを学びたいのかとか、このビデオについてのフィードバックとかもコメントで教えていただければ幸いです。 Thank you so much and I'll see you in the next video. Adios!